おー、来たね。次はどんな歴史の改変されてるんだろうね。あ、セルゲーム編だ。これはカメハメハの打ち合い。セルジュニア？ん？セルジュニアいないはずだよね。あのカメハメハ打ち合いの時は。ご飯が倒すはずだが、この後ろ姿は？ミスターサタン！こいつもか！ご飯もスーパーサイヤ人のまんま、スーパーサイヤ人2になってないね。いろいろとおかしいね、この世界も。残念だ。あらら、お前が。セルジュニアのエネルギーだも加わり、このカメハメハの打ち合い、負けました。これもまた違った歴史ですよね。こんな歴史知りません。おおおおおやめとけ。無理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 だ。やめるんだサタンですよね。疲れるの早いね。死ね。うわお、え、お前が蹴るんかい。お前が蹴るんかい。セルがこうやるんじゃないのね。なんで蹴ったんだろう。いいね。ちち、貴様何をする。生きてんのか。邪魔をするな。もう少しでセルを倒せたの。色々と突っ込みどころ満載でしょう。なぜピーマンが飛ばしたのかね。本来だと漫画だとセルがバッてやりますよね。死なしちゃいけないミスターサタン、ファーストクエストやってまいりましたね。成功条件はセルの体力を一定以下にする。失敗条件は自分の体力がゼロ、ミスターサタンの体力がゼロになることですね。オーケー、行きましょうよ。ミスターサタンを殺しちゃダメ。そうですよ、愛すべくバカキャラクターですからね。オーケー、カモン。ミスターサタンを守ってください。ノン、死なせてはいけない人なんです。死なしちゃいけない。あー、うちダメ。セルが強い。セルが強い。あー、うち、なんでこんなセル強いの。まずいまずいまずい、ボコボコンされてるよ。カメハメハ、わーお。あー、うち、ちょっと待って、セルがセルが強すぎる。何このセル、レベルおかしいんですけど。やばいやばい、何もできない俺。なんか攻撃跳ね返される。これまとも食らってないんだけど。何これ、あ、何これですよ、まさに。なんでこんなダメージ食らわねえの。アウチ、何ですかこれ。皆さん茶番ですね。セルの茶番ですよ。オッケー、ようやくだ。オッケー、ダメだね、これ。真正面から撃っても負けるね。オーケー、カメハメハよくた。ギャリック。ほう、なーに、ガード。ようやく後ろ取ったと思ったら、あの、またミス。どこに攻撃してるんだ。ロックオンついてるんだから、変な方に攻撃しないでくれ。よっしゃ、後ろ取った。いけい、わーお。ウィークエンド、必殺は使おうかな。おら、必殺技を無視。究極技無視。究極でも何でもねえよ。なんじゃこれ。ちょっと待って、このセル強すぎるわ。レベルおかしい。何してんの、なんで立ち上がらねえの。オッケー、元気カプセル使いましょう。じゃないとこれ勝てない。めちゃくちゃ強いんだよな。普通の攻撃はほら、跳ね返されてんだよね。ひるんでないんだよね。何このセルだけ強い感じ。うわー、ガードか。ダメだ、全然ダメージ食らわねえ。ノッ、危ない。あー、もうミスりまくり。オッケー、いいぞ。わー、なぜ俺も飛ばされる。あー、うちダメ、カメハメハ食らっちゃった。オーマイガー、一定以下ってどれくらいにしたらいいんだろうね。飛び入りしてくるだけの実力はあるの。あーうち、あーうち、ちょっと待ってよ。貴様のトリックなぞ。やめとけサタン、やめるんだ。お前が言っても無駄だ。お前が言っても無駄だ。ウィークエンド、あ、終わったね。一定以下にしたから終わったね。でもこれちょっとセルおかしいよ。まず普通の攻撃、こちらの攻撃がひるまないからね。
とんだ。いやいや、ランク C も納得ですわ、これ。だって、いろいろと理不尽だもん。まず、こっちの必殺技が効かないでしょ？究極技してんの、普通に突進してきてね、その後普通に殴られるって何ですか、これ。セルの茶番でしょ。なかなかふざけてますね。まあ、これは難しすぎるね。次のミッション行きましょう。さあ、とどめだ！お前が行くんかい。あ、これだよね。これが正しい歴史だよ。思いっきり飛ばされてね。そして生きてる。え、なんで生きてんのっていうのがみんなの声なんだけどね。生きてますね。あ、何その、あっさり簡単なトランクスな感じ。あ、生きてますね、みたいな。あ、よかったよかった、みたいな。よくねえよって。飛ばされてんだから。あ、何？わーお！これまさかサタンが。なんだ、貴様らは。次はサタンだね。俺の邪魔をするな。覚醒。わー、誰だこれ、サタンじゃねえよ。え、これまさかサタン倒すパターン？サタン大暴れ、俺の邪魔をするな。成功条件はミスターサタンを倒すこと、失敗条件は自分の体力がゼロ。オーケー、サタンをボコボコにしていきましょう。ただこれは普通のサタンとは違うからね。お、止めるんかい。武空術覚えとるんかい。どういうことだよ、いろいろと変わりすぎだろう。そして悟空とセルの戦いかな。いいね、このシーンかっこいいからね。悟空はやっぱ普通のスーパーサイヤ人がかっこいいね。行こう。ピーマンはこのサタンを倒すんですね。あ、なななな、飛行弾やめろ。飛行弾撃つんじゃない、やめて、はめるな。飛行弾はめやめろ。ですよね。アウチ。ミラやはりね。ゲチュ。おいえ、ミスターサタンを倒していこう。ガード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 だね、みんな。ある程度実力が近く、ゲチュ。フォー、サタンボコボコ計画。オッケー、あー、うわ、ベジータのギャリック砲が人間のサタンごときに。ベジータのギャリック砲全然効かなかった。おー、マジでメテオブロー失敗。嘘でしょ。えいーで、ウェイで、立ち上がるタイミングを見計らってギャリック砲またもガード。ノン。あー、どこに行くサタン。逃げまくるね。全然格闘打撃で勝てない。めちゃくちゃ逃げる。あー、ガード当たれ。よっしゃ、なんとか最後当たったわ。アウチ、サタンにボコボコですよ。悔しいような、なんかちょっと嬉しいような。サタンめちゃくちゃ強くなってるからね。あー、ダメダメダメ、気候弾はめやめてくれ。後ろ。後ろでガード、どういうこと。たまにこれあるからね、後ろなのガードされるっていう。思いっきし後ろ攻撃してるけどね。なんでこんなサタン逃げるの。めちゃくちゃサタン逃げるんだけど、これ。あー、うち、ダメ、シールド。このシールドは難しい。サタン。なんでお前そんな逃げるの。これバグってんの。これ見てよ。逃げるんだけど、気候弾撃って逃げるだけの簡単なお話ですよ。あー、ダメ。あー、腹立つなこれ。ちょっと頼むから、まともん勝負してくれ。まずいな、悟空がやられるよ。わーっ、わーっ、全く面白くない。何このサタン。ちょ、サタン勝負しよう。オッケーオッケーオッケー。ようやくですよ。逃げまくるんだもんな。何が面白いんだこれ。逃げるな、サタン。ゲッチュ、もう逃がさない。格闘攻撃でボコボコにしてやるわ。ノン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 。あー、また逃げた。よし、ほっ、アウチ。これサタン究極技とか使ってくんのかな。あーの、あー、うちあうちあうち、フィニッシュブレイカー、ゲッチュ。あーの、ののののの、ミスが続くね。オッケー。サタンどっち向いてんの。オッケー。
ふぅアウチアウチアウチ、フィニッシュブレーカー、ダダ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 ダ、てめえ気候弾ばっかやりやがって、許さんぞバカ野郎。ノノ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 、アウチ、もう気候弾はめやめてくれ。オッケー倒した、よかった。いやー、何このサタン、本当にめちゃくちゃ腹立つぜ。みんなねえ、近づいたら逃げて、気候弾撃って近づいたら逃げて、何がサタン要素、サタン要素ゼロです。オッケークリアですね。ランクは多分低いだろうね。時間かかりすぎな上に体力食らいすぎたね。どうした、貴様の力はそんな程度じゃないだろう。ベジータ、俺申し訳ない。次行きましょう。不死身のサタン、サラン、波乱のセルゲーム、いきなり始まったね。ほうほうほう、またサタン復活すんの、またサタンと戦うの、え、2回連続いいね、悟空がかっこよすぎるな。また復活したよ。はあ、めんどくせえまたお前か。オッケー行きましょう。痛い、知らん。治ってこないか、まだ起き上がってくるなんて。ゲチュゲチュ、きっと無駄近くにいる。ノン、こちらで探す庭、もう少し光ってサタンを食い止めてください。ノン、ダメ、ボコボコにされる。サタン結構強いぞ、トランクス。サタン結構強い、頼むからちょっと打撃で勝負したいんだよな。逃げまくるからさ、サタン。アウチ、あー後ろ取られた、あかん。サタンお前武空術使えるからって調子に乗んなよ。おれおれ、何これ、バグなのかな、なんでこのサタン逃げるの。バグではないわな。参った、おらもうやめとくな、あ、これはご飯登場か。何、なんだと、あかん、フィニッシュブレーカー外れたね。何言ってやるんだ、自分の息子をみすみす殺す気か。オッケー、サタン今どこ攻撃してた。サタン今敵いない方攻撃してた。やっぱところどころおかしいね、動きが。僕がセルト、ゲチュ、取り返してやるんだ。あ、悟空とご飯入れ替え来たか。まず、まあ今回の目的はミスターサタンを倒すことですから、セルの方は無視でね。あ、ご飯と悟空入れ替わったね。えい、ピッコロさんが優しいんだよね。ご飯、悟空、お前バカか、息子をなんでって言うんだよね。ピッコロさんの方が父親らしいよね。悟空よりね。この私に勝てるというのは、いささか言い過ぎだったよ。またどっか攻撃してるよ。ミスターサタン、あれなんだろうね、やっぱバグなのかな。さっきちょっとサタンの行動おかしいよね。なんか動きがおかしい上に、逃げまくる上に、どこかよくわからないところに気候弾撃ってるっていうね。えいー、あー今回は倒せた。 What? What? なぜに止まった。なぜに止まった、おかしいだろ。あ、ノノノ、ダメダメダメ、もうやめようよ、こんな戦い意味がないよ、意味がないよ。あかん、戦いたくないんだ、殺したくないんだよ。だから怒りでカッとなると、とんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまう。サタンが逃げまくる。ゲッチュ、ふぅ、はいはい、サタン KO ですね。ご飯 VS セル始まりましたね。悟空は終わりか。あ、サタンようやく賞金戻ったか。なんで生きてんだよ。なんで生きてんだよ。結構殴ったぞ。結構殴ったけどね。さて、ランクはクリア。よかったよかった。クリアですね。ランクは、あー、また B か。その力はそんな程度じゃないだろう。ダメ。おお、わお、セルジュニア。腹立つわ。何すんの、次はアセルジュニアを倒すのかな。怒れご飯、凶悪セルジュニア、成功条件はセルジュニア6体を倒す。
失敗条件は自分の体力が0になる、味方の体力が0になると失敗ですね。オーケー、わかりました。うわー強そう。わーお、味方って天津飯とヤムチャかよ。まずいな、こんなすぐやられるじゃん。まずい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 。まあ、とにかく3体倒そうよ。6体はまた後から出てくるのかな。ノンノン、あのベジータとかピッコロが良かったな。この2人守るの結構厳しくない？いいだろう。まあもう1匹1匹ね、早く倒していかないと。よーし、ナイスヒット。まずい、ヤムチャ共にボコされてる。ヤムチャヤムチャ仕事しよう、見てるだけ。あいつ腹立つな。あいつ腹立つな。なんで戦場来たんだ。オッケー、ヤムチャ行こう。早期弾、早期弾撃て。ヤムチャ早期弾を、早期弾を撃ってください。ゲッチュゲッチュ、うぅー、まず1匹目ね。結構強いぞ、でもこれ。ダメージも食らうしね。ノーン、ダメ。半分近くまで与えられたかな。ノーン、ダメ。ボコボコだ。どこ行った？今回も動き回るね。オーケー、あとちょっと。あー、ダメ。よし、倒した。1匹目ゲッチュ、2匹目ゲッチュ、ふぅー、えいー、もくもくだ、セルジョに。やばいじゃん、俺の相手になることはないだろう。わぁ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 、ダメダメダメ、えいー、メテオスラッシュばっか当ててた。メテオラッシュね。そうなんだよね、このセルジュニアめちゃくちゃ強いからね。悟空、ベジータとトランクスでようやく互角だよ。天津飯とヤムチャあかんでしょ。互角もう一瞬だよ、粉々だよ。ウィークエンド、はぁー、イエース。あ、ガードされてる、マジで全然聞いてないな。究極、俺の究極技ガードされるというハプニング弱すぎない？お、究極技だね、一応。俺自慢の必殺技だったけどね、普通にセルジュニアガードされたね。わからないんだ。ご飯考えるんだ。大丈夫。お前ない、いつでも。スーパーサイヤ人2になれるか。もうまずい、ボコボコされてる。ゲッチュ、3匹目。あれ、俺後ろ。あれ、俺後ろから殴ってるよね。あら、俺結構後ろから殴ってるよね。よっしゃ、ヤムチャ最後ボコボコだ。ヤムチャいいぞ、倒してもいいぞ。天津飯、天津飯、天津飯、ヤムチャヤムチャ仕事して。いいぞ、みんなでボコボコ、臨時大作戦だ、ウェイ。おら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 、えい。角をはめたった。オッケー、よっしゃ、あとちょっと、あと一発かな。あーの、ガードされた、最悪。よっしゃ、倒した、よかったよかった。あと3体だね、あと3体頑張って倒さないと。お、あ、ご飯に、ご飯が覚醒したね。急に覚醒したね。またこれもミラの仕業でしょ。杖からパンってなんかやったね。待て、これご飯 VS にならないよね。大丈夫大丈夫？ OK？ よかったよかった。残りのセルジュニア倒しておきましょう。ちょっと待てよ。これご飯やられるとアウトにもなるんだよね。ちょっとご飯は今セルと戦ってますか。あの、まずいまずいまずい。一旦逃げよう、一旦逃げよう。ちょっと回復アイテム。ついにご飯さんが覚醒しましたが、ちょっと待て、止まれ。元気カプセル。オーケー、危なかった。ちょっと待て、なぜ動けない。なぜ動けない。ゲッチュ、オーケー。これご飯やられるとアウトなのかな。アウトだよね、仲間やられるとアウトって書いてたから。ご飯やられる前に3匹のセルジュニアを倒さないと。 OK、 ドラ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 、ゲッチュ、もう一発ワンマータイム。ノンノン、ダメ、ボコされてる。セルジュニア強い、一発が重すぎるな。あとちょっと、ウェイ、ドド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 ド、ウィークエンド、ウィークエンドじゃない。ゲッチュ、2匹目、1匹が倒した。ノーン、ダメ、ノーン、ダメダメダメ、はめられてる。え
調子乗るだよ、調子乗るだよ。ご飯とセルが今ものすごく戦って、あーご飯体力半分ねえじゃん、まずいな。ご飯とセルが戦ってるんですが、ちょっとご飯の体力が半分以下になってますね。よっしゃよっしゃよっしゃ、2匹目もこの勢いで倒したらの3匹目のセルジュニアの気候だ、腹立つわ。何後ろ、あーうちガード腹立つ、硬いのんダメ、うわあ、貴様俺を怒らせたいのが許さん、スーパーサイヤ人だ。俺は伝説のスーパーサイヤ人じゃ、バカだね。ゲチュ、そして3匹目どこにいる、早くしろ。オッケー、すぐ向かってください。オッケー、ノー、ダメダメダメ、セルジュニア死ね、ウィーフィニッシュブレイカー、ガガ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 ガ、やめろっつってんだろお前。オッケー、取った、後ろ取った、行こう。まずい、ご飯がやられる、ご飯がやられる、大丈夫か大丈夫か、リフェンド必殺アドだ、ゲチュ、おお当たったね、よかったよかった、今回はガードされなかったね、さっき思いっきりガードされたからね、俺の究極技思いっきりガードされたからね、なかなかないよ。まずい、ご飯まずい、ご飯まずい、体力まずい、早くしろ早くしろ、大丈夫か、ウェイ、よかった、危ねえ、ご飯やられる前に倒せたね、あー危ない危ない危ないです。うん、どうした、あーランクは B 低いね、ランク B しか取れないな、やっぱダメージ食らいすぎなんだね。あ、ミラ出現、マジで新キャラクターの2人ですね。いまいち思い通りに動いてくれないわね、させてたまるか、孫悟空の息子だからなのかしら。えい、見つけたったぞ。あら、またあんた、しつこいわね。私ゴキブリ並みしつこいからね、よろしく。腕を上げたようだな、感じるぞ強大なエネルギー。この前倒したけどね、うん、この前俺勝ったけどね。そろそろこいつのエネルギーも回収させてもらおうか。おい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 、あ、何トランクスか、いいね。お前たちの思い通りにはさせない。はー、あー、かっこいい、ようやくトランクスが本気になったね。これ2対1か、はい、来ました。セル編とは急に変わりましたね、別の、戦いになりました。未来から来た最強戦士ミラーですね。成功条件はミラーを倒す、失敗条件は自分の体力がゼロになることでございます。 OK カモン、こちらには頼もしい味方がいるからね、トランクス。なぜここに、俺たちは地球の流れを守る、オッケー、タイムパトローラー、オラ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 、うわ体力多いなミラ、おお、いいねトランクス、今何やったんだ、フィニッシュブレイカーが、サタイやご飯さんの様子がおかしいの、おお、トランクス、トランクス、いやボコボコしないであげて、最強戦士ミラーをボコボコにしてるトランクス、お前やっぱ最初から戦えっつったのか、俺最初から言ったよね、お前戦った方が強いんじゃないって。オッケー、行こう、ふざけちゃいないわよ、ダメ、トランクス助けて助けて、トランクス死んじゃうよ。こいつらは時間の流れから外れた連中、あ、ノーノーノー、ダメダメダメ、干渉に当たりません、俺も一緒に戦えます、戦ってくれ、いいこと思いついたよミラ、ここは任せる、いいこと思いついた、なんかやばそうな感じだね、もしかしたらトランクスがなんか操られるんじゃない、がっかりさせる、がっかり、今んとこお前にものすごくがっかりしてるわ、お前サタン以上に弱いぞサタンが強すぎたのかこいつが弱いのかわからないけど、最強戦士は俺サタンに苦戦したけどね、最強戦士余裕でいけてるけどサタン強かったサタンの方が強い、トランクス助けて、オッケー、ガード、あー硬いな、オッケー、パパパパパパ、おいえ、トランクス助けて、死んじゃうよ死んじゃうよ、ものすごい勢いで来てる、助けて、がっかりさせる、ノーウェイ、オーマイガー、すぐに始末してしまえばよかった、ウィークエンド、おー言ったな、ならば俺の技を食らい、究極技だ、わー
バカバカでございやすよ。大絶賛ボコボコでございやす。何ガード？トランクス、トランクス早く来い。どうだ、トランクス、いいね。あーダメだね、硬いわ、ガードされてる。ピシュン。こいつ、そうか、お前結構ボコしてるけど、トランクス、あんた結構ボコしてる、言いながらボコしてる。矛盾しとるね。半端な強さじゃない。もう体力すぐそこまで来てんだって。半端な強さじゃないとか言ってるけど。まずい。OK。はい、フィニッシュ。あ、バコ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 。連打ですよ。あ、サタンの方が強かった。最強でもなんでもないです。サタンの方が強いです。はい。サタンが強すぎるのか、こいつが弱いのか、どっちかわかんないけど。ランクは A ですね。さっきまで BBB と続いてたんでよかったね。さて、セル編はもう終わりかな、じゃあ。次へ行きましょう。セルはもうここで終わりかな？終わりじゃないよね。まだ続くよね。とりあえずミラーを倒したが、この後どんなストーリーの展開があるのか。あ、倒してるね。おー、いいじゃないか、トランクス。あ、まだ立ち上がんのか。やばいね。まだ力を隠していたのか、卑怯者が。お待たせミラ、今回はここまで。一旦引きましょう。引くのか、よかった、敵から引いてくれたね。あら、あ、まずい。どうしたソンド、より完璧になり戻ってきた私におじけづいたか。ここはもういいわ。でも、じきに面白いものが見れるわよ。じきに面白いもの、なんだろうね。決着はまた今度だ。じゃあね。じゃあねえじゃねえ。決着ついた、俺勝ったろ。くそ、逃げられたか。あんた結構トランクスボコボコされてたぜ。お母様の様子も気になります。みんなのところに戻ってもらえますか。あ、お前は？お前は？お前はどうすんだ。オッケー、次は何すんだろうね。まだセルゲーム編続きますね。そうだよね。負けるなご飯、完璧になったセル。成功条件はセルを倒す。失敗条件は、こちらと孫悟飯が体力ゼロになることですね。オッケーオッケー、難しいことじゃない。ご飯がスーパーサイヤ人2のモードに慣れないようになってるからね。なかなか難しいよ。オッケー。ノン、強い。ダメダメダメ、ボコボコンされてるよ。やっぱセル強えわ。の淵から蘇った光景、私はさらにパワーアップ。フルパワーセルね。えい、ナイス、いいね。アウチ。あー、カメハメハ、いいぞ。ご飯が強すぎて何とも言えないわ。やっぱセルおかしいね。セルの時だけ攻撃がひるまないんだよな。俺の攻撃当ててもね。あのスパーキングでもブロリー状態っていうのかな、なんか全然食らわないよね。ひるんでくれない。ご飯さんのパワー、そうか、結構カメハメハバンバンに言っとるけどね。ほら、俺の攻撃全然ひるまないでしょ。打撃力が足りないからこうなるのかな。ちょっと待って、ご飯ボコボコにするのやめて。ウィークエンド、よし、とどめだ。ワッツ、技の途中に、はぁ、マジで技の途中に殴られたよ。ちょ、もう完全ハメだね、これ。よかった、ようやくだ。ようやくダメージ与えたったわ。あ、よかった、普通に効くね。なんだ、俺の勘違いだ。じゃあさっきまで俺攻撃当てれてなかったってことだね。ゲッチュ、わー、ご飯邪魔すんじゃないよ。強い。あ、まずい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 、やられる、やら、ちょっと待って、ちょっと待って、違う違う違う、回復アイテム。あ、悟空が、お父さん、海洋界からかな。あの世さ、あの世だね。海王様に手伝ってもらって、今だけ特別に喋っている。おお、カメハメハ、いいね。あ、
だおめえは力の全部出し切ってねえ。そうだそうだ、ご飯お前ならいける。ガッツさせろ力を。オッケー、あとちょっと、ウェイウェイ、ウィグエンド今度こそ当てる、頼む。ゲッチュ、ふー、ようやく当たった俺のウィグエンド。さっき思い切り攻撃しようと思ったらね、やられたからね。フィニッシュブレイカー、アウチ、切れてなくなれ。オッケー、倒しちゃった。ふー、よかったよかった。危ね、これもでもランクも低そうだね。ちょっとこれもダメージ食らいすぎた。あー、ランク A か。 S は取れないね、 Z とか。期待外があるって、あんた戦いに参加してねえよ。お、最終決戦ですね、カメハメハ対決。うわー、あーうち、この私、うわこの声優さん面白いよね、特徴あって。 OK、 決着つきましたね。ご飯がカメハメハで倒しちゃったよ。これで終わりかな、ヤムチャ。目立つな、結構目立つとこにいるね。やったやった、どうやら助かった。ベジータベジータケツ、ベジータベジータケツだけの登場。面白いね。うわ、こんなのが俺の師匠なのか、腹立つわ。腹立つわ、怒り覚えるわ。愚痴られるからね、 B ランク取ったらこんなものかって、お前に言われたかねえよって言いたくなるね。はい、これでセルゲーム戦は終わりですね。さよなら戦士たち。はい、てなわけでセルゲーム編は終了いたしました。今回はこれにて実況終了したいと思います。いやいや、今回もね、数々の敵と戦ってきましたが、一番強かったのはミスターサタンだね。あいつうざすぎるわ、どんだけ逃げるんだっていう話でしたね。次回もまた新たなストーリープレイしていきますので、もしよかったらね、見てくださると嬉しいです。じゃあバイバイ、また次回ご会いしましょう。